高市早苗が総裁選で追い風を受ける理由をご存知ですか。今回の動画ではなぜ多くの立候補者が名乗りを上げることで高市早苗氏に有利な状況が生まれるのかを探っていきます。通常候補者が乱立することで票が分散し予測困難な展開が予想されますが、高市氏の場合これは彼女にとって戦略的なチャンスとなっています。なぜなら彼女が保守層から強い支持を集める背景には党員票が鍵を握っているからです。この点を理解することで彼女の強さの秘密が明らかになるでしょう。さらに彼女が抱える党内基盤の弱さという一見ネガティブに見える要素も実は彼女の独立性と強い信念を示すものとして捉えられています。高市氏は安倍晋三元首相との特別な関係の下で自らの政治信念を貫き派閥に頼らずに戦い続けてきました。この過去の決断が彼女の現在の立場にどのように影響しているのかを紐解きます。また高市氏が過去に無派閥という選択をした背景には彼女の確固たる信念と安倍氏との深い絆があります。この関係性が彼女を支え続けてきたのです。そして今回の選挙戦において他の候補者と比較してどのような戦略を取っているのかも見逃せません。彼女が掲げる具体的で現実的な政策がどれほどの支持を集めるのか、特に党員票をどのように動かすのかが焦点となります。このように高市早苗氏が直面している現実と彼女が持つ強みを明らかにすることで今回の総裁選の本質が見えてきます。高市氏が日本の未来に対してどのようなビジョンを描いているのか、その真意を探るためにもぜひ最後までご覧いただきたいと思います。この動画を通じて皆さんも彼女の政治スタンスやこれまでの歩みについてより深く理解できることでしょう。それでは自民党総裁選2024における高市早苗氏の立候補者増加が追い風となる理由についてから始めましょう。自民党総裁選が近づく中、立候補者が次々と名乗りを上げ、その数は12名にも達しています。このような状況は、通常なら票の分散を招き、各候補者にとって不利に働くものです。しかし、今回の選挙においては、この大乱立の状況がむしろ高市早苗氏にとって有利に働くと考えられています。まず、高市氏が注目される理由の一つは、彼女が保守層からの強い支持を得ている点です。保守的な政策や立場を堅持する彼女は長らく自民党内で存在感を示してきました。特に経済安全保障に関する見解や国防問題に対する積極的な姿勢は多くの党員から信頼を集めています。これにより高市氏は党内外から一定の支持を得ており、彼女の主張が党員票を大きく左右する可能性が高いと見られています。さらに立候補者が増えることで議員票が分散し特定の候補者に集中しにくくなります。これは党内基盤が比較的弱いとされる高市氏にとって有利に働く要因です。議員票で劣勢に立たされる可能性がある中で彼女は党員票をより重要視しており、この票の分散が彼女の勝機を広げるのです。また高市氏が強調する政策論争は彼女の支持拡大に寄与しています。彼女の政策提案は現状の日本が直面する課題に対して明確なビジョンを提示しており、特に党員の間で共感を呼んでいます。彼女が訴える政策が具体的で現実的な解決策を提示していることが多くの支持者を引きつける要因となっているのです。これらの要素が組み合わさることで立候補者が増えるたびに高市氏にとって有利な状況が生まれているのです。他の候補者が票を奪い合う中で彼女は着実に支持を固め党員票を取り込むことで総裁選での逆転勝利を狙っているのです。次は高市早苗氏の党内基盤の弱さとその背景についてです。高市早苗氏は保守層からの強い支持を得ている一方で党内での基盤が弱いとされています。この弱さは彼女の政治キャリアの中で形作られてきたものですが、その背景にはいくつかの重要な要素があります。特に彼女が党内で直面してきた挑戦やその中での選択がこの基盤の強化を妨げてきたと考えられます。
高市氏は自民党の伝統的な派閥政治の中で特定の派閥に依存することなく自らの道を切り開いてきました。彼女は過去に所属していた派閥を離れ無派閥の立場で活動することを選んだことがあります。この決断は安倍晋三元首相を強く支持しその後の彼の政権運営を支えたいという信念に基づいていました。派閥に縛られず自らの政治信念を貫く姿勢は多くの支持者にとって魅力的であり彼女の政治的スタンスを際立たせる要因となっています。しかしながら派閥を離脱することで党内での支援基盤が脆弱になるリスクも伴いました。派閥政治が依然として強い影響力を持つ自民党内において派閥に属さないという選択は議員間の支持を集める上でのハンデとなることも少なくありません。高市氏が立候補に必要な推薦人を集める際に苦労した背景にはこうした党内基盤の弱さが影響していると考えられます。しかしこの弱さは彼女にとってマイナスばかりではありません。逆に派閥に依存しないという姿勢は彼女の政治家としての独立性と信念の強さを証明するものでもあります。高市氏は自らの政策や信念に基づいて行動することを重視しそのためには時に孤立することも厭わないのです。この姿勢は党員や支持者からの信頼を得る要因となり彼女が持つ強固な信念が逆に支持基盤の形成に寄与しているのです。高市氏の党内基盤の弱さは彼女の独自性や信念の強さの裏返しとも言えます。彼女が選挙戦を戦う上でこの基盤の弱さがどのように作用するかは未知数ですがその一方で彼女の強さがどこにあるのかを改めて考える機会となるでしょう。次は高市早苗氏の過去の派閥離脱と安倍晋三氏との関係についてです。高市早苗氏が自民党内で築いてきたキャリアには彼女の強い信念と独自の政治スタンスが色濃く反映されています。その中でも特に象徴的なのが彼女が過去に所属していた町村派旧安倍派を離脱し無派閥となる決断を下した出来事です。この選択は彼女の政治的な信念の強さを物語っており、また安倍晋三元首相との特別な関係を示すものでした。当時町村派は自民党内でも有力な派閥でありその中での活動は政治家としてのキャリアにとって重要な意味を持つものでした。しかし高市氏は安倍氏を次期総理総裁として支持することを決意しそのために派閥を離れるという大胆な決断を下します。これが2011年のことであり当時の自民党は野党の立場にありました。派閥を離脱するということは党内での支援基盤を失うリスクを伴うものであり政治的には非常に勇気のいる選択でした。それでも高市氏は安倍氏を支持するためには自らが無派閥の立場に立つことが最善であると判断しました。この決断は彼女がいかに強い信念を持ち自らの政治的な理想を貫こうとする人物であるかを如実に示しています。安倍氏もまた高市氏のこの行動に強く感銘を受け彼女を信頼するようになりました。安倍政権において高市氏が要職に就いた背景にはこうした信頼関係が存在していたのです。無派閥となった後も高市氏は安倍氏との協力関係を続けその後の総裁選や政権運営において重要な役割を果たしました。彼女の政治的なスタンスは安倍氏の政策と共鳴する部分が多く特に保守的な価値観を共有する点で強い結びつきがありました。高市氏が安倍氏を支持することで彼女自身もまた自らの政治信念をより明確に打ち出すことができたと言えるでしょう。このように高市氏の派閥離脱と安倍氏との関係は単なる政治的な決断にとどまらず彼女の政治家としての信念と行動力を象徴するエピソードです。この選択が彼女を現在の立場に押し上げまた彼女自身が抱く理想を実現するための大きな一歩となったことは間違いありません。最後は高市早苗氏と他の候補者との支持率や政策における比較についてです。自民党総裁選において候補者同士の支持率や政策の比較は選挙戦の行方を占う上で極めて重要な要素です。高市早苗氏はこの選挙戦において特に保守層からの支持を集めており
その人気は政策内容の充実と明確なビジョンに裏打ちされています。一方で他の候補者、例えば小泉進次郎氏や石破茂氏も各々の支持層を持ちながらしのぎを削っています。まず支持率の面では、高市氏は一般的な世論調査において保守層の間で特に強い支持を得ている点が際立っています。彼女の政策は特に経済安全保障や国防に重点を置いており、日本の未来を見据えた現実的かつ堅実なアプローチが多くの党員や支持者に評価されています。例えば経済政策においては、彼女が提案する産業競争力の強化や技術革新の促進は長期的な国益を考慮したものであり、これは保守層のみならず幅広い層からの支持を得る要因となっています。対照的に小泉進次郎氏は若手政治家としてのフレッシュなイメージとともに、環境政策や持続可能な社会の実現に焦点を当てた主張で支持を集めています。彼の政策は特に若年層や都市部の有権者に受け入れられており、斬新なアイデアを積極的に打ち出す姿勢が評価されています。しかしながら、その一方で保守層からの支持はやや弱い傾向にあり、これは彼の政策が伝統的な価値観を重視する層には必ずしも響いていないことを示しています。石破茂氏もまた長年の政治経験と安定感を武器に支持を広げています。彼の政策は特に地方創生や国防問題に強い関心を寄せており、これが地方の支持者や国防意識の高い層に支持されている要因です。しかし石破氏が抱える課題は、その支持が特定の層に限定されがちである点です。特に彼の政策が必ずしも党全体の意向と一致しない場合があり、これが彼の支持を広げる上での障壁となっています。このように高市早苗氏は他の候補者と比べても独自の政策やビジョンを持ちながら支持を集めており、その強さが際立っています。彼女の政策は現実的でありながらも未来志向であり、保守層からの支持に加えて党員票の獲得においても有利に働いている点が注目されます。今回の動画では、高市早苗氏が自民党総裁選でどのように戦い、なぜ立候補者の増加が彼女にとって有利に働くのかを探ってきました。彼女が保守層からの強い支持を得ている背景には、単なる人気やイメージだけでなく、彼女が掲げる具体的な政策提案やこれまでの政治活動の積み重ねがあるのです。特に党員票の重要性を理解し、それを戦略的に活用している点が彼女の勝機を広げていると言えるでしょう。私自身、今回の高市氏の戦略は非常に興味深いものだと感じています。彼女の強みは安倍晋三元首相との深い関係性や、その信念に基づく独自の政治スタンスにありますが、それ以上に重要なのは、彼女が日本の未来に対して明確なビジョンを持っていることです。多くの候補者が混戦する中で、彼女がどのようにして支持を固め総裁選を勝ち抜いていくのか、その展開から目が離せません。皆さんも高市氏が今後どのように動くのか、どの候補者が最もふさわしいリーダーなのか、ぜひご意見をお聞かせください。コメント欄で皆さんが感じたことや考えていることを自由にシェアしていただければ幸いです。政治の行方を共に見守り、議論を深めていくことが私たちにとっても重要な意味を持つのではないでしょうか。この動画が皆さんにとって総裁選をより理解する助けとなり、高市早苗氏という政治家について新たな視点を提供できたのであれば幸いです。次の動画でも皆さんと共に政治の未来を考え、議論を深めていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をして、次回の動画もお見逃しなく。